下克上物語実況20回目の今回は4月24日日ハム戦やっていこう。この戦いは帰ってきたメジャーリーガー前田健太が登板するゲームになりますのでね、本来のパワープロの能力と違ってちょっと衰えて帰ってきたんですけど、それでもここまでの成績はさすが2度の沢村賞を受賞してる実績がある最強投手ですよ。素晴らしいでしょ。だから今回はこの最強投手を攻略して勝つっていうのが一番の目的ですね。今日はですね、出番プレイでチームの攻撃に注目してやっていきます。守備は CP にお任せなので、その辺頑張ってどうぞ。俺もやれることは全部やっていくからね。こちらのスターティングオーダーはこんな感じ。元広島の新井さん、岩本っていうのをクリーンアップに並べていて、先発は成瀬。まだ今季初勝利はないですけどもね、ここまでの防御率というのはなかなか優秀ですから、成瀬らしいピッチングをして抑えてもらい、そして勝つ。やっていくぞ。本拠地でまたファンに勝利を届けていかないとね。相手は弱い日ハム。まあ戦力的にですね、日ハムもこのペナントではもう次々 FA で選手が出ていってる状況ですからね。中田も中島だったり、それ以外の選手もいっぱいいなくなってるよ。見てくれこれ。まあそれでも打ってる選手はそこそこ打ってるね。さあ相手は前拳。なんでこのチームに帰ってきたのか未だわかんないんすけどね。カープでもなく、また、まあ、それならば強いね、ソフトバンクだったり、まあ、巨人だったり、その辺に帰ってくるんだったら、まあ、わかるよ。金もたくさんもらえて強いから、そこを選んだんでしょってなるんですけど、なぜ日ハムなんだ。縁もゆかりも、何にもないでしょう。あ、前剣には前剣の何か事情があったんでしょうね。その前剣を攻略していかないとダメだが、1番辻、いい打球だがね、前剣はフィールディングも高いから、呼吸能力も高いから、あの手の打球は抜けない。だからピッチャー返しとか打つのではなくて外野に運ぶんだ、このようにな。オッケー。まずはヒットで出塁。レフトに西川なんだね。センターではないんだ。ちょっとここは揺さぶっていきたいですけどね。いや、マイケンクイックいいはずだ。どうだろうね、足で揺さぶるというよりかはもう単純に打ってつないでやる方がいいかもしれん。ほらほらほら、牽制も多く入れてくるしね。無駄なアウトはしたくないんで、やっぱりここは打つ。トシヤがいる、その後ベッセマーがいて、新井さんがいる。新井さんは今季も活躍してくれてるからね、マジであの人神だよ。あの人がいるならば本当今季は優勝しないとね。前回の動画でも言いましたが、ベテラン選手にはもうリミットが近づいてきてるからね。そのリミットが来る前に優勝しないと。新井さんもいて、阿部もいる。大好きなベテラン選手がたくさんいるんだから、今年が勝負なんですけどね。ちょっとここまでは、あまりいいスタートダッシュは切れてないんですよね、チーム的には。そしてこの試合も塁には出れたが、あまりいいスタートは切れなかったな。面倒だぞ。そしてそして抑えてくれって言いたかったのに、そこで打たれちゃダメじゃん。成瀬3失点、これは悪い成瀬が出てきたパターンか、いつものホームラン打たれてのパターンじゃないのこれ。ちょっと相手見ていきますけど、どうだろう。タイムリーだね。ホームランではないですけども、そのヒットで繋がれて。どっちにしろ失点したらあかんよ。1ならまだしも3って、2もあかんのにね。3やで3。俺の大嫌いな数字だよ。3に魅力を感じたことは一度もない。いい意味でも悪い意味でもな。これは厳しくなってきたね。俺のフルパワーが出て前剣から取れて3点ですよ、最大ね。それなのに3点取られちゃまずいじゃん。まあ前剣もね、スタミナだいぶ落ちてますから、なかなか9回を投げ切るってことは難しいと思う。だからまあいろいろと球数粘り、前剣から別に点を取らなくてもいい。まあ一番の理想は前剣を打って勝つ、何度も言ってるけどね。ただ野球は9回まであるんだから、長ったらしくね。メジャーではその9回っていうのが長いので、もう7回にしようじゃないかという案も出てるらしいんですけどね。でも野球は9回だよ。9回やって野球であり、9回やらない野球は野球じゃない、だから9回まであるんだから、そこでね、なんとか前剣を引きずり下ろして別のピッチャーを打つというのもいい。元広島対決ですよ、この辺ね。新井さんは打てなかったが、岩本はどうだ。この選手も新加入選手なんだけどね、いい活躍してくれてる。フィーリングが合うんだよ。まあこの打席ではこんな結果終わりましたけどね、結構打てる。岩本と俺はどこかでつながり合ってるね。それは物理的に精神的に、どこの部位がとは言いませんけどね、つながってるからこそ打てるんでしょうね。おーおーいおーい、3でも限界な男に4失点するなら、もうこの試合負けたじゃんなんてことは言わない。負けたと思ったら負けだからね、勝つと思えば勝てるんで。スポーツっていうのはそういうこと、この世界っていうのはそういうことだ。諦めない気持ちがいつも何もかもを生んできた。
頑張ろう。あその気持ちとは裏腹にこのサークルチェンジが大気なんだ、なんだよマイケンのね、これが鬱陶しいね。サークルチェンジ来るなと分かってても打てない。なんかマイケンのそのピッチング、特殊能力とか持っていることが影響してんのか何なのか知らんけど、ここはどうだ、落ちないね。3回まで淡々と終わってる、ヒットは1本のみ、そして相手にはもう4得点入っているっていうね。まあーもう3、1、2、あー3、1、3になったね。どういう順番、じゃあ次1かな、次のイニングは1なんだね。そういうこと、いやどうでもええわ、次が1だろうが2だろうが3だろうが2だろうが関係ねえ。何してくれとんねんこのゲーム、こんなんお前俺の最大フルパワー発揮して3点取ったとしても喜び感じられねえわ。だってもうこの点差だもんね。なるせえ、やっぱ衰えたベテランは役に立たんな。それ戦力外になるってことはそういうことですからね。この試合託すんじゃなかった。もうでもしゃあないからね、取られた分は全部取り返す。言ったら勝つ気持ちがあれば何かは始まる。行こう、つなぐぞ。ちょっとねちょこまかちょこまか返していくよりか、この点差ですから一発打てるバッターはもう一発を狙ってフルスイングで返していくやり方の方がいいと思うんだよな。前剣は一発持ち、まあ結構わりかしこのサークルチェンジは多投してくれてるんで、次こそこれを狙ってね。ここまでこれ全部打ち損じてますけど、早い144か、早くないわな。まあでも早く感じるわ。どうだ、ビスだ、いやこれは落ちるやつだ。よし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 、ラッキーヒットだろうが何だろうが出れば勝ち。そして佐藤俊也、さっき打てなかった分はここで打ってやる。そして新井さんに回す。投げました、決まった、ストライク、少し迷ったか。第2球、いや2球勝負早いな、絶対ボールで来ると思った今の。第3球を投げました、高め、縦のスライダー、淡々と来てるね前剣。第4球を投げました、ここはストレートだが、いやいやいやファールだファール、まだ終わらない。第5球投げた、こっちが打つまで終わらない。この打球も落ちるね、よーし詰まってヒット、よしよしよし、帰れ帰れ帰れ。まずは1点返したぞ。いやまだノーアウトで1塁3塁にいて、ここからまだまだクリーンナップ続きます。メドレー方式で強いバッターが出てきますのでね、取ろう取ろう。ベステマ、あーで耐え、あれだ能力も上がってますね。よしよしよし、オーラが出てる、金色のな、ブロリーと同じオーラ出てるよこれ。いや違う、ブロリーは緑だったな、悟空と同じやつだな、スーパーサイヤ人的なオーラ。強いよお前じゃ勝てんぜ、ほら来たー、強い野球は始まった。フィーバータイムね、777が揃った時と同じ、もうこの後永遠と続くから、いろんなもん出てくるからね、余計なもの出さなくていいものまで出てくるかもしれない。ここで新井さん元同僚、どういう対決になるか狙います。ここもチャンスに強い、能力はガター来てるんだけどね、もう特殊能力で生き残ってるって感じですよ。そのおかげでここまでの成績もある。ここも自慢の特殊能力を生かしてつなげよう。スライダーボール、投球これから5球目、スライダー合わせて外野オーバーになるね。よーし連打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 、フルパワー超えちゃった、限界超えちゃったよ。3点しか取れないって宣言したんですけどね、4点取っちゃった。でまだ続いてる、このイニング4射5射連続か、ヒットヒットヒットでつながってるよ。ここも元広島、さっきは打てなかったが打つぞ、止めちゃダメだねこの流れ。どうだどうだ、落ちるか、落ちたー、これはねしゃあないわ、ホームには帰れんね。あー落ちるかどうか微妙なとこでしたから、ただつなげて6者連続。さあこの大島も打ってるんだ、元日ハムの選手も多いよ、元広島カープの選手も多ければね、それで全部返そうや、今日返せるものね。戦力外の恨みつらみ、いろんなものがあるでしょううちの選手には、だからその力がプラスに変わり、この場面で打ってくれることを期待したんだけど、ど真ん中失投。ここでようやくこの試合のこの流れが止まったね、この回のね6者連続安打の流れからのど真ん中の失投、打ち見するはないだろう。いやこの回最低でももう1点取っておかないと、2点差でいきたい、追いかけたい。
セーカーうえフォブロフォ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 ファール嘘でしょ何見とったん審判うわーやべやだってやっぱあれあれファール宣告されたからこうなったんじゃないのほんでまたど真ん中嫉妬を打ち損じるしもったいない6者連続のヒット打てるようなやつはこの真ん中もさっきの真ん中も軽くスタンドへ運ぶはずだろ本当に俺が打ったのかいつも疑問に思うよこういうことよくやるから同じプレイヤーが操作したイニングとは思えないでしょこれねまあでも3点差したからね前剣から4点取ったまあ前剣単体で見たら攻略したと言ってもいいんじゃないの、まあ、問題これ勝てなきゃ意味がないですからねまたラッキーヒットおいおいおいさっきの6者連続ヒットは辻から始まったんやぞまた来るかもねこれまた来るかもねじゃなくて強引に凝らしてあるあのレンダーの流れレンダ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 ってずっと歌い続けようランナーばっか警戒してバッターに集中できてないから打たれるんですよほらどうだい来たいつゴンヌあれねマイケン弱くないやつが俺が強くなったのかもしれない3、4年前はマイケンに泣かされてましたけどね今俺がマイケンを泣かす立場に変わったよもう怖くないね少しも怖くないわ簡単に攻略できる対象へと変わったよグッバイマイケン君を超えちゃったまあ、とはいえまだ1点取らないとね同点できてないですからただマイケンから6得点でまだ引っ張んの今日の1日で防御率がだいぶ上がったねそれでも 2.43 かまあそれはこれまでのねいいピッチングがあったからだよただマイケンがこうやって日本球界に復帰して今一番得点を取ったのはこのチームっていうことですよねじゃないとあんな、防御率になってないですからね試合前は誇っていいんじゃないのメジャーリーガーを攻略したのはただあと1点取って同点にしてマイケンを引きずり下ろしたいんだけどな新井さんさっきのヒットは見事とどめの一撃は新井さんで打つのがハッピーエンドというか一番いい物語だったけどね残念得点は取れずまあでもこの回もう取っての6点あと1点取ればひとまず同点ですからそして待てピッチャーは今岡本いやまあ去年ね加入した選手なんですけどもまあここまでの成績もあるしねもう1イニングくらい投げても十分な投手だと思いますお願いします抑えてうん抑えたねちょっと なんかランナー出してたから不安だったけどねあ1点差でやっぱこの後のイニングをね迎えてそして最終的に逆転する前回のような逆転劇起こしてみせよう必ずねこれすごいよ7点差からのね最大7点差からの逆転劇ってなったらいや去年のちょうど西武戦じゃなかったっけ西武と日ハム戦でそんなゲームありましたよね西武がひっくり返して勝ったのあれもっとあったような気がする9点差とかあったんじゃないかな最大ねそっからひっくり返して勝つというね山賊打線恐ろしい試合がありましたが俺たちも今それをなんかやってるよねなんなら相手がねメジャーリーガー前剣防御率0点台ピッチャーからそれをしようとしたというのはどうだろうね実際のその西武日ハム戦以上にすごいことをやってるよまあでもあと1点まだ取れてないしね試合は振り出しになってないですから結局6点取ろうがね7対6で負けてしまったら何の意味もないからね取る必要なかったじゃんってなりますから次の1点は本当素早く取らないとダメなんだけどなんかフィーバータイム完全に終わったよね進化してますよね一度消えた火はもう二度とつかないよまたつかしていこう強引にね寿命削ってもいいからピッチャーを抑えてくれてるほんと今日なるせじゃなかったらというたらればは意味がないかなでもなるせじゃなかったらというたらればを言いたくなる男ですから僕はこの回代打送られたね木所のとこに増田が出てきたいや今後の守備面考えたらあまりこういう代打も必要ないんだけどね外野にその増田で打てたらいいんだがこの打球いや走力のある西川はすぐさまファールの落下地点に行く早いわあいつ欲しいわでも絶対取れねえわ辻また辻だよ結局今日は全部辻から始まってるリードオフ起用が当たってるね3割1分6厘という打率も残してるし巨人から戦力外になったけどもうちのリードオフマンとして大躍動ここも3打席連続ヒットで全部同じ方向で同じとここれはまた始まるからもしれないねフィーバータイムが来た来た来た
さあ平原、今日は3安打。俺の取った平原が大活躍。いや自分のことのように嬉しいよ。いや俺のことだよ、この平原が打つっていうのは。俺が打ったのと同時と同じ、自分の分身だ平原は。そう思いながらプレイしてるからね。平原の喜びは俺の喜び。この打球はよし、セカンドセーフ、フィルダースチョイス、選球。中島がいたらどうだったなんだろうね。中島は2年目オフの FA でオリックスに移籍したからね。そしてオリックスに移籍して今スタメンで出れてないっていう。そりゃそうでしょ、足立いて今宮いるんだからね。あのチームショートだけ見たら超一流チーム、侍ジャパンやで。なんであんなショートかき集めとんのか知らんけど。あとはトシヤで打つだけなんだよな、このシチュエーション。追い込んでから第3球を。難しいことをしようとしてるんじゃない、すごく簡単でイージーなことだ。誰でもできる、誰でもできることは俺でもできる。はあ、ボールか。いやストライクはもうどっちにしろダメだ。ストレートの時点であかんわ。ベストマンの打球は抜けない。誰だよ二塁手、動き良かったな。横誰かようわからんが、これ待てよ、ターニングポイントクリアしてるんで相手の打力が上がってる。ちょっと気をつけなければダメなイニングだぞ。ここで出てくるは戸村かな。あーもう戸村すでに投げてるんだね、前のイニングから投げてるんで。どうしようかな。いやまあでもここはもう中継ぎのエースとして今使ってるピッチャーなんで、君に決めたでいいかな、うん、頼むよ抑えろよ。次の得点はなし。よしよしよし。そして8回早く取ろう次の得点。延長入ったらやっぱ負けるチームだからね、うちは。だから延長入る前にことを片付ける。よしヒット。新井さんに対してのダイソーを送ろうかな。いやでもダイソー要員もまともにいないチームだからね、ひじりさは。まあ次の得点が大事なんでね、うん、新井さんにダイソーです。おおでプロット走れ走れ走れ、二塁二塁、選球牽制ミス、ランナー二塁の得点圏。いや送りバントもいいんですけど、逆境に強い選手ですからね、打ちに生かした方がよりいいわな。岩本を信じて、言ったろフィーリングが合うんだよ、精神的に物理的につながってる。せいか知らんけど、でも今日は合わない、やっぱつながってないから、つながろうとしなかったから。あんまこれなバントしといた方が良かったな。いやこれ石川打つの無事いぞ、早いもん球が。次の得点取れそうにないわ。これこっち先発だったらややこしかったね、多分得点取れなかったよ。あーで打ち損じだが進塁。ツーアウトでバッターは誰、田中か。二塁はね、まあ、寺内とかもいるんで、代打、安倍晋之助、調子悪いですけど、送るっていうのもいいね。こういうとこで打ってくれるのがレジェンド、安倍だと思う。そしてこれまでもね、2本のホームラン打ってたで活躍はしてますから、安倍、君に決めた。調子の悪さはあるけども、雰囲気を変えてくれるバッターだ。頼むぞ、強振で。第9、投げました。危ない球。第2球、投げました。いや、ミートが出かければ当たってる。第3球を。ここもフォーク、お前ガチやないか。ちょっと40のおっさんに気使え、それ真ん中に投げろ、忖度しろなんて言わんけど、してほしい。フルカウント、フォーク連投だね、全球フォークだ。そして最後はカーブできたが、よく見た。でここで途中出場の増田、阿部がつないでくれた流れを大切にやっていこうと言おうとしたそばから、こんなクソみたいな問題する。なんで俺やから、増田やから、なんやから、わからん原因は、うん、まあでも凡退したという事実だけが目の前にある。残念、この回も取れず、もう完全に火は鎮火して、これまた相手ターニングポイントクリアしたんで能力上がってる。怖いイニングだぞ。とりあえずね、守備なんかいろいろおかしいことになってますね。これまずセカンドを高浜送る理由がないんですけども、まあ出てきた以上もう、いや寺内にするわ。ほんでこれで OK です。で守るのは武藤が出てきてますので、武藤抑えろよ、抑えろよ。うわー、もうお前次の1点すら取れないチームがここでまた点数上げられたら終わりじゃないか。言ったろさっき、結局6点取っても負ければ意味がないと。もうまた9回にドラマを起こすしかないですね。点差は3点差に広がり9対6。ここで辻、
辻から全部始まってる物語、また辻から始めていこう。ただトンキンというピッチャーが出てきて球速は156、まだ日本球界におったんかいという驚きはあるけどもね。ただ能力的に活躍できる選手やから不思議やないね。これはどうだ、これまでは落ちてたがここでは落ちない。魔法は解けたね。魔法にかかってたから俺ら打てたんだ。うわー、ここも初球キャッチャーフライ、一番立ち悪いやつだ。これであと一つ、今日はトシヤで当たってねえんで、結局トシヤでどの場面かで一打打ててたら違ってたんだけどね。なんでもう反省会開いてんの、試合中だよ、終わらないよ、つなげるんだよ。ランナー2人出て一撃放てばもうそれでいい、同点だ、できればね。どうだ、ほらほらほら、始まるぞ、終わりじゃないっつったろが。ベスマつなげ、あでも次新井さんいないんだ、そうだそうだ、まあええわええわ、そこは考えずつなぐこと、つなげば何かは起こる。出た意味ないやん、はいアウト、ゲームセット。結局マイケンから6点取りましたけど負けるっていうね。いやそりゃピッチャーが守らんからね。いや今日はちょっとプレイヤーの俺が投手もやっとくべきだったか、そうなったらマイケンから6点取れたかっていうのは分かんなかったんでね。やっぱ今日は攻撃側に集中してプレイしたので、まあ6点取れたと思う。今日投手の方もやってたらやっぱその集中力っていうのが分散して、なんなら投手でもグダグダ、野手でもグダグダで9対0で終わってた可能性もあったゲームですからね。前剣自体は攻略できましたけども、チームは負けてしまいましたね、残念ながら。この試合を終えての現在の順位はこんな感じ。最下位は今戦った日ハムなんですけども、たったゲーム差は 0.5 ゲーム差しかないからね。まあまた最下位に落ちるのは時間の問題じゃない、強くなったはずなんですけど、結局は5位で着資金を抱えてしまっているというのが現状。おかしいね、まあシーズン始まったばっかですからね。とはいえどこの順位というのはまずいんじゃない、いやかなりまずいと言ってもいいですよ。まあ今後上がるためにはまあ、マイケンのようなピッチャーを攻略して、そしてしっかりと守らねば勝てない、それが分かった今日の1試合ですよ。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしてですね、次回は交流戦が5月の15日からもうすぐさま始まりますので、その交流戦の開幕ゲームの、東京ドームで行われる5月15日巨人戦をプレイ予定になります。まあ現在の順位はね、先ほど紹介した通りちょっとボロボロではあるけども、その交流戦に至るまでにですねしっかりと勝って、そして2年目シーズンは交流戦で多くの貯金を埋めたわけですから、3年目も同じく多くの貯金を生み、そしてちょっとでも上に上がれるように頑張ってこれからプレイしていきますのでね、次回の動画お楽しみにね。グググググ、バイ、またおう。